はい、レオンチャンネルです。年始から続くリアルラックの高さもあって、もうこの流れだったら、もう一回一番苦情やったら、一発でまた A 賞か B 賞か当たるんじゃないかなと思って一回だけやったらいい賞でした。<laughs> で、前にローソンに行った時には売ってなかった別の商品が入荷してて、まずこれが、プレックス仮面ライダーシリーズピンズコレクション、仮面ライダーエグゼイドや、 クーがゴーストダブル電王の、あ、でも全18種類。18種類のうちどれかのピンズが入ってると。箱はそんなに大きくないのに結構価格するんですよね。で、こっちが500円だったかな。ミニアクリルキーホルダーの平成バージョンと昭和バージョン。全12種類で、ラインナップは表紙の通りになっております。 それでは開けましょう。そういえば昨日、秋葉原でちょっと生放送の収録があって、ついでにガシャポンステーションも回ってきたんですけど、ガシャポン版のガシャと、あれは売り切れてましたね。お正月の流れで、ちょうど手に入りにくいっぽいですね。いきます。せーのちなみに欲しいやつは前回出なかったやつなら、何でも OK です。せーのドどん。なんだどどん。おードライブいいじゃないですか。 これもわーこれサイズで、あ、いいっすね。手首をこう持ってるポーズになってて、はい、ぐるりと見回すとこんな感じで、クリアパーツも使われておりますし、色分けや造形も相変わらず非常に細かい。シフトカーとかベルト周りもかなり詳細な作り込みですね。わーこれと比べると、 気持ち1割ぐらい顔が小さいですけど、体のバランスを考えれば全然問題ありませんね。ホルダー周りとかはより色が濃くなってて、完成度、あ、この辺もクリアパーツになってますから、完成度高いかも。良かった、ダブルなくって。これで最近の平成ライダー系が揃ってきましたが、こうなるとウィザードとガイムを出して、平成ジェネレーションズ風に並べてみたいところでもあります。 もう一回これはリベンジですかね。というか衣装やっぱ、すごいいいですよね。完成度高い。次はプレックスのピンズコレクションを開きましょう。平成バージョンと書いてありますから、昭和バージョンもあったのかなとりあえずローソンには平成バージョンしか売っておりませんでした。わ、すごい小さい。せいのどドン。ん誰だせいのどドン。おー、ダブルいい。かっこいいサイクロンジョーカーの 本当に、いわゆるピンズで、ぐっと押さえることで、台紙から剥がれて、こんな感じで使えますね。スーツとかの銀バッジがあるところに、このライダーのピンズがあったら、かっこいいですよね。<laughs> いいのこれ。で、他には、空が、アりト、リュウリュファイズ、ブレイド、ヒビキカブト、デンオー、キーバー、ディケイド、ダブル、オーズ、フォーゼ、ウィザード、ガイム、ドライブ、 ゴースト、エグゼイド。もう一個のミニアクリルキーホルダーの方が12種類。これは空がーーファイズ。あー飛びますね。で、電王、ディケイド。あとは平成2期系がずらっといます。平成1期ちょっと不遇の扱い。上を切って出します。エグゼイド、いいかな。ゲーマードライバーか。 アークルか、ファイズドライバーか、ディケイドライバーもいいですね。いきます。せのーの、あ、なんだ変わった触り心地。せのーの、ドン。あ、は、こういうことね。さらにテープを切って、せのーの、をよっ、おー、でん、おー、ベルト。そして、意外と箱からすると、 小さいかももうちょっとぎゅうぎゅうこれくらいのサイズのものかと思ったら割とコンパクトめなんかこれも映画館の物販コーナーに売ってそうな感じだなボールチェーンがついてて5ミリぐらいのアクリル板に電王ベルトのプリントがされておりますそれと仮面ライダー電王表側裏側でプリントはすごい綺麗ですからこれはこうキーホルダーとして 電王好きみたいな感じになりますけど、使うことができますね。へー。すごいしっかりしてる。で、もう一個の方が昭和バージョンで、こちらは何が出ますでしょうかブラックブラック RX とか、アマゾンとか、一号。あたりがいいかな。いきます。せいのー。まずは出してから、テープを切って、せいのー。ドン おアマゾンだアマゾンのベルトこれは先ほどの電話よりちょっとアクリル版ベースが大きめな気がする。はい、出すとこのような見た目で表側、裏側で、このアマゾンのロゴとグリーンと赤の縦ラインがクラシカルな表現にまとまっております。 で、これも同じようにボールチェーンが付いてますから、キーホルダーとして使えるような感じですね。で、王と比べると、あ、でも、アクリル板サイズは同じなんですね。ベルト絵柄がアマゾンの方がちょいと大きめ。はい、ということで、ローソンの仮面ライダー一番くじのリベンジプラス、ローソンで買ってきた小物を開封した結果、このようなものが出ました。まずは E 賞のドライブ。 ダブリが出ず、いい感じに排出して、仮面ライダーピンズの方はダブルが出て、アクリルキーホルダーは電王とアマゾンですね。一番くじの景品が置いてある棚と同じ場所に置いてありましたから、欲しい人は探して買ってみましょう。個人的には割とこのピンバッジ気に入りましたね。以上、仮面ライダー一番くじと仮面ライダー平成昭和のグッズの紹介でした。